ロ・タケシュゲンは、大韓民国の下級公務員。後に、第16代韓国大統領となる、ロ・ブゲンの長兄である。本願は甲州、公衆・ロシ京商南道近海軍神英明、のろし下村に貧しい農家の長男として生まれる。富山大学校法科大学を卒業し、当初は、高等文館試験を目指すも、生活苦のために断念。家事を手伝いながら暮らす。 1967年に下級公務員試験に合格。富山直轄市の中富山税務局に勤務し、司法試験合格を目指す弟、ロブゲンの生活を支えるも、在職中の1973年5月14日に交通事故で亡くなった。弟は、ロブゲンのほか、同じく税務局で働き、後に、清掃証券売却不正事件で起訴、実刑判決を受けた。 ロケン兵がいる。当時、のろしした村で唯一の大学生であり、背が高く快活なロタケシゲンは、幼少時代のロブゲンにとって、同型と誇りの対象だった。1960年2月、韓国の初代大統領李承番は、全国のすべての学校に自らを称賛する、作文行事を開催するよう指示した。しかし、当時中学校1年生だった、ロブゲンは、 我らが大統領李承晩との作文課題を白紙で返し、主任の教師に対して、昔は独立運動をされた立派な方ですが、今は独裁政治をされている方ですと回答。誰に聞いたのかとの教師の問いに対して、ロブゲンは兄の話を聞きましたと答えた。ロ・タケシュゲンが自宅に訪ねてきた友人たちと政治情勢について議論するのをロブゲンは興味深く聞いており、 そこから李承晩の堕落と暴政を詳しく知って、李承晩政権に反感を抱くようになっていたのである。学校から白紙で出すとは不敬だから、反省文を提出せよと厳しく叱責され、ロブゲンは家に逃げ帰ったが、ロ・タケシゲンから自分が正しいと思っているのならば、それを貫くべきなのに、どうして逃げるのかと叱られた。ロブゲンは兄の言葉に従って、 反省文の提出を拒絶し、最終的にこの件は3.15不正選挙と4月革命をめぐる混乱でうやむやになった。また、貧しい家計を助けるため進学を諦めていた、ロブゲンに、地元の名門不山商業高校への進学を進めたのも、ロタケゲンだったという。ありがとうございます。